第1回奈良県難読クイズ。はい、どうも矢野翔平です。またアンジュです。はい、今回はですね、奈良県に来て4年目のアンジュに、奈良の地名の問題をぶつけてやろうということで、はい、今日は10問用意したので、アンジュに挑戦してもらいたいと思います。はい、頑張ります。賢い高校と大学出てるんで行けます。高校の時偏差値何倍やった？65、56とかでめっちゃいいんで余裕やと思います。はい、もうめちゃめちゃ余裕ぶってるんで、あの罰ゲームもちょっと用意してるんですけど、まず、10問用意してるんで、7問正解したら、アンジュの大好きなラクレットチーズをプレゼント。はい、もし、4問以上間違えた場合は、自家せんべいを体につけて奈良公園で踊ります。言うてもうた言うてもうた言うてもうた。これもう絶対あるよ。でも分かるもん。いけるもん。ほんまに偏差値65とか6とかあったから、そんだけあったらもう絶対いけるもん。いけるよ。ってことで今からやっていきたいと思います。第1問、じゃじゃん、なんと読むでしょうか。はい、平常は絶対ちょっと待って、ここで取ったらあかん。ちょっと平常知ってる？今知ってるのこれ。だいぶ近いで、こっから平常は山か平常さんや、絶対それしかないねんな。そんな問題を出すのかなって。頭抱えてるね。嘘、ちょっと頭抱えてる。平常さん。ではこの読み方は平常山。こちらでよろしいですか？はい、平常さんではないと思う。第1問の答えいきたいと思います。はい、第1問、平常山と書いて奈良山でございます。奈良山。当て字？奈良山です。ほんまに？はい、まあ、第1問は残念ながら外れということで。これ難易度って簡単から始まってだいぶ簡単な方なんですけどね。これでちょっと間違えられるとちょっと僕も苦しい。次いきます。第2問、じゃじゃん。はい、この読み方は何て読むでしょうか。これちょっと難しかったかな。で、三両町。こちらでよろしいですか？はい、ファイナルアンサー。はい、ファイナルアンサーが出たところで、この山と、両と町をつけた地名っていうのが、せーの、三朝町です。これ全問ミスありますよ、これ。これ結構次はもうだいぶ優しめにしているから。第3問目、はい、これは何と読むでしょうか。これはわかる、さすがに。うまきひねろうや。そんななんか、そのまま読むようなやつじゃないんやけど。分かってる、次間違えたら奈良新聞ちゃうわ。奈良せんべいこの辺に火つけて戻らなあかんけど、大丈夫大丈夫。なんでこんなん分からへんの言うてるで。そう、ハートつけたハートつけたら当たるとかないから。はいはい、答えどうぞ。うまき。お、出ました、うまき。え、当たった？え、ちょっと待って、これはね、ちょっと答え近いんじゃないですか。近い、はい、アンジュはうまきと答えましたが、正解はこちらです。カンマキです。カンマキです。カンマキ。え、はぁ、ちょっと待って、ほんまにやらせとかほんまにじゃないんですけど、しょっぱなから3問になる予定じゃなかったから、おかしいよ。半分にしてほしいです。5問までは OK。 5問まで言うてもあと2回しか間違えられへんけど大丈夫。大丈夫。最初7問正解って言ってたんですけど、5問にします。その代わり、鹿せんべいをつける範囲っていうのをちょっと頭とかにも全身にします。もう頭からつま先まで鹿せんべいで埋めて踊ってもらいます。これでちょっと許してください。すいません、許してください。なんかちょっとコツ掴んだ、でも。掴んだ、うん、掴んでた。なんか掴んでた。なんか、なるほどねって。あ、ひねりようが分かった。あー、なるほどね、うん、はい、第4問、こちら。これはちょっと簡単すぎた。ペンがね、進むが早いですね、やっぱ分かる。うねび。はい、うねびです。やった、やった、めっちゃ嬉しい。イエーイ。4問目にして1回目正解です。5問目いきたいと思います。せーの、こちら。これは駅の地名とかにもなっているんで、
近鉄でなっている。え？まあ全然分からへん。全然分からん。どうしよう。これ一問しか当たらんパターンあるで。ひねらずに天才。5問目の正解はこちら。洗剤です。うそ。洗剤です。でも脳幹だった。脳幹じゃない。そんなんない。そんなんないよ。点々の位置が違うだけで。いやそんなんない、そんなんない。おかけっぷちなんですけど、あの後ろに行くにつれてどんどん難しになってるからほぼ不可能やと無謀な挑戦。ほぼ無謀な挑戦やと思うんですけど、はい、まあ、偏差値65なんで。ここからが本番なんで、66の世界って、はい。まあ言うてるんで、6問目いきたいと思います。第6問。こちら。待って、これは見たことある。え、ちょっと待って、マルカツの近くにあります。これはわかるかもしれない。マルカツ通ったらあります。あの通り。あの通り。いや、ね、神道。はい、第6問目神道ということで、さあ答えはどうなんでしょうか。第6問目正解はこちら、小殿です。あの、しっくりこなかった。小殿です。残り4問連続で正解しないと、あの全身地下せんべいつけて、あの踊らないダメなんですけど、大丈夫ですか。え、全部正解したら OK。 あ、ほぼじゃあいける。言うてる、なんか言うてるけど。あと4問あるんですけど、4問連続で正解したら大丈夫なんで。7問目じゃじゃん。だいぶ難易度上げておりますが。あ、ヒーズか。え、来たわ。ヒーズか。ヒーズか、いただきました。はい、正解は、貝の塚です。終了。でも、ちょっとむずすぎる気もする。あの、残り3問のうち、1問で渡ったら回避。はい、オッケーオッケーオッケー、そうしよう。もうさすがにこれはもう広すぎるから、そうしよう。もうね、消化試合なんて何も思わないんで。残り3問中1問でも正解したら、ラクレットチーズプレゼントと、はい、プレゼントです。はいはい、第8問目がこちら。はい、え、これ地名ですか。わかった。お、これは期待できますね。いい、わかっちゃった。これは期待できる。よかった。どうぞ、お願いします。アジモンジ。マジではない。マンでもない。マジマンジみたい。はい、8問目の正解はこちら。アゼマメです。9問目いきます。せーの。はい。こちらです。あの、大阪にここの部分、読む地域がある。この読み方する地域。さあ、皆さんも考えてみてください。さて、9問目の答えは合ってるんでしょうか。八重市長。八重市長。第9問目の答えがこちら。割石町です。知ってました。知ってます。勉強するか勉強する前に。割石町。割石町やなってね、多分みんな一度は言うたことがあるんじゃないかなと。あ、いよいよ第10問目ということで、最後これが分からなければ本当に、鹿せんべいを頭からつま、先までひっつけて鹿と一緒に踊ってみたということでやってもらうんで、ちょっと覚悟しておいてほしい。それでは最後の問題いきます。せーの、こちら。これ見たことある。安寿の安に町ですと。まあ、安寿の安がつくんでね、これ最後に持ってきたんですけど、これ結構奈良の難読クイズでは、出るんじゃないか。あの、安って京って読むんですよ。安ってそのまま読む時もあるんですよね。安寿やったら当ててほしいな。え、じゃあ安や。絶対安や。安寿やったらどうしよう。アンジュとは出てます。わかった。アンジュ。答え。さて、あの、そんな地名が奈良にあるんでしょうかということで、ラストの答え参りたいと思います。せーの、カラモモ町です。
当たったら海みたいな。ということで第1回難読クイズは、一問正解ということで難読すぎるので、これは出した側にも絶対問題あるんで一緒に踊りたいと思います。いやいやいや、巻き添えせんとって絶対踊らない絶対やめて絶対巻き込むからな絶対や。ってことで第1回難読クイズは、アンジュの巻きということで、罰ゲームの、頭から頭先まで、鹿せんべいをつけて踊ってみた。で次回お会いしましょう。ありがとうございました。バイ。あ、外やったらどっても問題ないから、アナザースカイみたいなここが私の